が吹き矢です。普段ですね、隠して持ってます。で、潜入するときにですね、池の中からこう息を吸ったり、はいはい、こう人を殴ったりとか、そういう使い方ができます。へー。で、いざとなったらこう吹き矢で振ってやると矢が飛んできます。で、この矢には毒が入っているので、はいはい、刺さると痺れたり、まあ、時には死んだりしますね。はい、なるほど。敵に盗まれた時にですね、相手に使われては困るので、ここに毒を塗っておきます。はい、はい。で、この毒に自分が当たらないようにこのようにかぶせて使いますね。はい、じゃあ一回吹いてみますね。じゃあ見ててください。はい。でもなんかこう聞いてて、本気かよと思って、こんなに毒が塗ってるとか。塗ってますね。はい、本当に毒塗ったりするんですか。します。毒に当たらないように。毒に当たらないように。はい、はい、はい、隙間なくしていけない。なんでできない。もうちょっとしたことでできない。せーの、できない。今のどうしてできないんですか。今は全体的に力入れすぎちゃった。はい、この握ってるところだけ、握ってるところだけ、はい、力入れて、でもう少ししぼめた方がいい。もっとすぼめた方がいい。はい、そう、難しい。せーの、おー、おー、ですね。はい、楽しい。楽しいですよね。はい、もうちょっとしたことで、はい、全然効果が変わります。そうですね。はい、しっかり習うと今ので人が殺せます。そうですよ。はい、うわ。まあ、さっきいろんな忍者の道具を紹介してもらったんですけど、でも忍者っていうとなんか武術もできそうな気がするんで、なんか空手とか合気道とかも使ったりするんですか。そうですね、まあ、いろんな現代のそういった武道も取り入れたりもしますし、あと日本にその忍者でいた頃から昔から伝わるような、まあ、体の使い方をする、まあ、武芸も我々は身につけております。いや、武芸、じゃあ空手とかまた違うものですか。そうですね、ちょっと特殊になっていると思います。じゃあちょっと紹介してもらえます、はいはい。ではまず最初に、我々忍者の中でも、日本刀、剣が得意なものがおりますので、こちらのものの演武をご覧いただきたいと思います。まあ、侍の居合っていうのは割とこう格式高い、うん、格調高くて、そうですね、かっこよくやってるイメージがあるんですね。はい、でも忍者の場合はどちらかというともっと身軽にしてるので、
飛んだりとか、そういう技が多いです。先ほどやった技は全部刀が鞘に収まった状態からやってます、はい、もう敵が抜いているとすると、うん、こちらの方が不利ですね。まだ準備ができていないので、はい、それで突然こう切りかかられる、そういう時に使う技を練習しています、うん、はい、ちょっと切りかかっていきます。はい。で、そのまま攻撃します。え、じゃあもう一回いいですか。そう、歩いてきて、早いですね。早い。え、何、ね、もう防ぎようがないです。こうやった場合、はい、もう防ぎようがない。この辺ぐらいでも大丈夫です。あ、本当だ。すごい、なんかもう侍を超える侍に